えー、ということでね、スマホ版もカカ引いていこうと思います。えー、PS5 版はあっさり出たので、こっちでも出てくれると嬉しいんだけどな。うん。まあ、こっちは眠るかなーっていうね。はい、スキップ。はい、スキップ。えー、カカね、えー、まあ、レ ししたたののが、えー、っとレアルマドドリッド時代っっていうのをさっきしたんだけどまあ、スピードがいいのっての選手だったからね。まあ、だから、その辺で怪我するとね、もうちょっとダメなんじゃないのかなっていう。うん。まあ、レアルマドリッドでプレイするにはちょっと格が足らないかなって感じになったんじゃないのかなっていう。で、時短なんかはね、スピード関係ないから、うん。ただ、こういうスピード系の選手っていうのをゲームでやらせてみたら、10番、ファティか、これ。 うん。だから、ものすごい強いから、この手の選手はね、取っとかないと、185センチあって、いスピード、瞬発力は90代後半までいくのかな、あれ。90代前半と90代後半か。うん。だから、こういう選手はね、取っとかないと、後々後悔するっていうか、マラドーナのリンクフォワード俺欲しかったなとか今思うんだけどね、今思えば。まあ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 、あの頃はあんまりやってなかったから、真剣に。 まあ、そういうことを言っても線がないということで、えー、ロベルト・カルロスとジーコは来てからカカが来るとかいう地獄展開でないだろうな。まあ、今回もね、えー、ショートで上げていくってことを考えていけば、エミマル俺持ってるよ、普通。あの、ね、FP。まあ、そう考えればね、美味しいから、まあ、今黙っといて来た、来たとか言いながらやるのもありかなっていうね。うん。 えー、で、最近ちょっと始めた動画。そういや、最近ね、あのー、他人ミヒトんが、なんかいいねつけなくなって、あいつ、何してんだって話ね。ああいうことしてると、おごってもらえなくなるよってね。み、人が見てない時にね、仕事っていうのをしないと、まあ、評価ってねものすごい下がるんだよね。監視している時だけ仕事をするやつっていうのは、はっきり言ってね、あのー、その程度の人間だって思われるっていうか、 監視してて仕事をするのは当たり前なの。そんなのは。うん。あの、監視してない時にいかに仕事ができるかっていうのが俺は一流だと思うのよ。うん。そこでサボってようが、怠けてようが、一生懸命やってなかろうが、仕事ができてればいいわけで、うん。えー、コスティッチって言ったらフランクフルトの選手か、あれ。えー、もっとね。まあ、そんな感じで。 はい、はずれ、8番出ないかな ?3 番とかいいかな ?6 番かロベルト・カルロスは。あ、ジェルダン・シャッキリ、スーパーサブついてんのかなしかしね、レア音使ってみたんだけど、あいつやばい。かなりやばい。で、俺思ったのが、チュアメニが欲しい。うん。ちょっとね、チュアメニが、この、えー、っと、スマホ版の方欲しいなっていう。 うんでかくて、動きが良くて、で、ほとんどの能力持ってるから、あれひょっとしたら一回取ったら半年使えるとかやつんかモドリッチと中盤組ませてみるとか。うん。まあ、そんな感じで、えー、っと、クリ、クリフォなんとかなこれセビージャにいた人だ。うん。今でもセビージャにいるのかないないのかなはい。ポチッとな。なんだこのオランダ代表みたいなユニフォームはガラタサライか。 うーん。トルコは、なんか、ああいう色合いが好きなのかなあまりかっこいいとは思えないんだけど。えーと、セビージャな3番。あ、違う、リオンだった。白いユニフォーム見ちゃうとね、ついセビージャかなって思ってしまうよね。で、3番とか2番とか見ちゃうと、ヘススナバスかなって思っちゃう。これ誰だあ、ケ、ケトウなんとかだ。この人かいっこ有望株らしいね。うーん。まあ、見たことないけど、新室が180代後半から90ぐらいかな。確か。 で、それでテクニシャンで、っていう聞いたんだけど、まあ、ああの、うー、知らないからねっていう。ただね、FIFA で使った時、ものすごい使い勝手良かった記憶がある。うん。だから、ひょっとしたら、ひょっとするかもっていう風にね、あの、FIFA 目線で語っちゃいけませんって、実際見てから決めましょう、その辺は。あれ、こっちも出ないんですかって。ホフマンあ、ホフマンね、FIFA でね、なんかね、来たんだよ、最初。で、 えー、使いづらとか言いながら使ってたわ。うん。ということで、はい、出ませんねと。はい。おー、ちょっとね、あ、ジェリーミナってこれ、あれしょ、バルサが、なんか変な値段で買ってきて、 で、ワールドカップで大活躍して、それで、エバートンがどっか買ってったのかな、確か。プレミアで買われてって、あ、タキだ。うん。タキね。タキ。なんか、課題評価されすぎじゃねって言われてんだけど、かわいそうに、使い方間違ってんのに完全にあれ、みんなが。うん。タキの使い方はね、ゴール前に置かないと、とにかく。そういうふうに、こう、なんだろう、えっ、ー、と、奇跡を待つような使い方。 だから、俺はね、タキはね、ゴール前の幸運の置き物だって言ってて、置いとけばとりあえずね、得点に繋がるような何かしてくれるから、どこだったかなドイツ戦だったかなそれとも、スペイン戦かなんかでやってたと思うんだけど、えーと、あの、コスタリカ戦でもね、タキ置いとけばよかったんだよね、結局。うん、浅野じゃなくて、あの悲ーな。これは、ラッシュフォード。あー、ラッシュフォードだいぶ評価落ちたよね。うん。 で、こっちだと順調に沼ってますなと。はい、スキップ。はい、スキップ。1、何これメレット誰知らん。えー、っと、トルコの選手は知らない。香川が確かトルコ行ってたって、デジタルしかどっかだっかな。うん。香川もね、使い方間違えちゃダメな人で、本当に。 香川はほんとトップ下に置かないと。<laughs> あの、バイタルエリアでね、ごちゃごちゃしているときに、ね、最大能力発揮する選手で。だから、南の滝とね、香川ってセットで使うと俺機能するんじゃないのかなって思ったんだよ。滝をね、トップに置いて、で、香川をトップ下に置いて、で、あとは三苫とかね、伊藤純也とか置いとけば、ああいうタイプの選手。で、トップ下は、えー、誰だい,いかな。遠藤渡る、それから森田、田中をでもいいや。うん。 で、そうしとけば、まあ、ごちゃ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 して展開の中で、点取ってくるから勝手に。うん。あの二人がごちゃ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 してる。で、三が絡んできたら多分ね、あのー、香川の足元に行くと思う。うん。また、南の滝が匂いを嗅ぎつけて、ごっつんゴールしてると思う。俺の予想は。こ、まあ、からね、完全に使い方間違えてるんじゃないですかっていうね、ほんとあの二人に関しては。 で、中田秀俊に関しては、俺若干ちょっと課題評価じゃないのかなって思っちゃうんだよね、あの辺は。うん。まあ、どうなんですかねっていう。う出ないなぁ。渋いなぁ。なんか、俺、えー、ロベカル、ジーコ、えー、カカとかいう順番できて、よく考えたら PS5 版ね、花粉引いてたから、あの、ロベカル引くのもありなんだよね。 両方ともブラジルのサイドバックにしてみるとか、ただロベカルは使い勝手は悪いだろうなっていう。これはわからんな。白いユニフォームで8番って言われたら。これはわからんな。イングランド、あ、そう、遺跡金高い選手ランキングってのがあって笑っちゃったんだけど、セリンガムとフォデンが1、2。それ、イングランド人じゃなくてイギリス人補正でしょっていう、完全に。ムバップより高いわけないじゃんっていう。 ハーランドが4位だったかな確か。うん。ええーってね。うん。あ、ベリンガム、うん。まあ、ベリンガムは高いのわかるのよ、うん。若いし、ただ、200、えっと、60億とかになったかなこれ、ヘズス,スナバスあ、違った。うん、あのユニフォームで、あのー、2番って見ると、セビージャの右サイドワックってイメージするから、どうしてもヘズス,スナバスかなって思っちゃうわけで。 二個。あー、フォレストね。フォレスト。はい、はい。二個ね。はい。出ないかな演出すらこないラビオ。ラビオも確か契約があと、半年だから、出さないとまずいんだけど、イベントすお金ないのかな ユフェントスってなんか最近しょぼいんだけど、何が起こってんのあのチーム。エディソンカバーに直感だとか言ってね。うん。俺のプレイは直感だって超かっこいいことをワールドザサカダイジェストで言ってて。あー、何言ってんだこれつとかもね。<laughs> まあ、頭のいい選手になるのは間違いないのよ。あの、カバーにね、えっ、ー、と、体が細くて、身長が182ぐらいでしょで、取り立ててすごいスキルがあるわけでもないんだけど、 大体どこのプッションもこなせるから、サッカー域が高いんだよね、あれ間違いなく。うん。だから、あの、スワラスなんかと組んでたツートップなんかほんと強かったんだろうねっていう。うん。あ、ギャルスベールだ。俺ギャルスベールは結構評価高くて、あ、サッカー格付けランキングって動画作ってもありかなっていう。うわ、全然来ない。これローマだろ、多分。うわー、P には知らねえ。それはラツヨでね、差別事件が起こってて、 あれなんで怒ってんだろうねとか思いながらね。うーん。いやー、来ないですなー。で、れちょっと今分かったのが、えー、っと、サファリーをね、サファリーじゃない、えー、っと、iMac のね、画面を開いたまましてて、この状態にしてたら俺ね、あのー、あんまりね、ガチャが当たらないという変な仕様があって、100? 切りよくこのあたりでね、 切りよく来ないなぁ。何がすごいとこれ、前回のあのメッシの時の展開と一緒だね。グーバーリリラーとか。うん。誰も来ないっていう。うわまたかよ。このウィーデガチャは来ないのかな俺、あんまり。98がこれだね。93トスなんかサッカーの、あの、えっ、ー、と、ネイマールがいたチームみたいな名前だけど。 カカはねー、取っとかないとねー。マラドーナが欲しい。マラドーナ欲しかったー。今思えば。リンクフォワードって本当なんか価値が高いらしくてね、今。んこれミランの30番だろう。誰だマキシ、違った。マキシミアのゴメスって、セリアにいたのかななんかアルゼンチンだねあれ。あの感じ。これはわかんねえな。フリンポン。 あ俺これ使ってるよ、フリンポン。右サイドバックじゃなくて、ウィングじゃなくて、サイドハーフか。ウィングバックみたいな感じで使ってるのか。あれ出ないな、これ。ジェリー・ミナとかじゃないよな。ミナ、出たか、最初。うん。なんかロベカルが来そうな気がする、という恐怖が。俺はね、ロベカル、g 5カカーの順番で来そうな気がするな。全部引かされる気がする、今回は。 いやー、ベリンガム、どうしよっかなボランチがいなくてね、今。うん、この端末。PS5 の方はボランチいるんだけど、ボランチがいないんだよね、こっちの端末、マジで。で、困ってて。なんせね、モドリッチ使ってるぐらいだからね。うん。モドリッチを1列上げたいんだけど、デンベレだ。デンベレ、薄まぬデンベレ。うーん、どうしようかなチュアメン引き抜こっかな ここで沼らなかったら、チワメに行くって思ってたんだけど、沼る展開だな、これ。どうかな ?1 万切ったら、行くかな行かないかなとか言うとこかなベリンガムも欲しいんだけど、うーん、ただあのポジションいっぱいいるからなって沼ってんな、こりゃ。カバク。聞いたことあるぞ、これ。 カバク、あ、リバプール去年入って、全然使い物になれなくて、確か、リースされた選手じゃない確か。うん。でかい人でしょうん。去年確かね、リバプール大変なことになってて、センターバックが。去年、一昨年だったかな一昨年か。うん。で、それであのーえー、野戦状態になったのかなファンダイクがいなくて、マーティープがいなくて、ってかいう状態で。 あれこれ、リーベルプレートでしょパウロディア、知らねえ。ここでリセットかかったら最悪だね。なんでこういう仕様にしてんだろう嫌がらせそれにしてもこれ、ベティスだ。ベティスの知らねえよ。うん。いやー、これは厳しいガチャですね。ガチャというものはね、あ、でもこれ確か、えー と、スーパーサブついてんだ。へえ。これで FP かなんかできたら欲しいね。うん。はい。FP で、来ない。こう、今ね、言葉に詰まった。これは9番あ、ジルーか。へえ。ジルーね、欲しい気もすんだよね。FP かなんかで来たら。 うん、スーパーサーブだから、あのデカさでスーパーサーブで、どうせフィジカルえぐいことになっちゃう、ボディコンフィジカルとか。うん、だからルカクにスーパーサーブつかないかなってちょっと思ってるんだけど、って思ったらルカクが来た。ルカクにスーパーサーブね、去年持ってたウィレジーレで使って遊んでなったんだけど、えー、とんでもないことになって <laughs>。あの、好き勝手にできたでしょ、エディットが。 だから、いろんな選手にスーパーサブつけて遊んでて、とんでもないことになってね、あれは面白かったかな。で、あと他にもね、ホンダケースケをちょっといじって遊んでたかな。うん、ホンダケースケと香川を魔改造して。そしたらホンダケースケがね、ペナルティーエリアの外から婚化してたら、婚化じゃない普通のあの、えー、っと、シュートコントロールじゃない方の、うん。あれ猫また出たのなんかリセットでもかかったのあれ猫さっき出なかったっけ あ、バルサの方の猫ひょっとして。これはバルサ違う誰だようーん。厳しいですね。出ないですね。ガチャというものは、こうまで厳しいものは、10番。わかんねえなぁ。昔はね、セリアの選手ってね、一通り言えてたんだよね。あの、プロヴィンチャーの選手でも。 で、俺これがね、あの、プロヴィンチャーってさっと出るあたりがやっぱセリア見てた人なんだなって思っちゃうんだよね。セリア中心に見てて、昔。やっぱりピールロとかね、ネドベドとか、トッティとかいた時代って面白くて、あの頃は。もうなんかここまで来たら、3人とも引いた方が良くないですかとかいう状態入ってきてない。<laughs> いっそのこと。ねうわひどい。半分切ってるのにまだ出ない。エメルソン。 ローマ時代のエメルソンくれ。ローマのエメルソン。あの、最強ボランチ。中田秀俊がえ、トッティとの共存で、中盤のね、センターハーフか、あの、ディフェンシブハーフ、ボランチアンカーで、使えないって言われて、カペルドに。え、俺、ボランチ無理やでって、あのファンタジーサステラの本田圭介みたいなことを言ったか言わないか言って、それでね、使われなくなったんだよね、外国人枠の関係もあって。エメルソンがすぐ取られちゃったから、その後。 で、メルソンその後確か、ユベントスに行ってなかったっけうん。ユベントスで、まあ、ユベントスもね、昔の、今のバイエルム編のことみたいなことするからね。同リーグのいい選手を取ってきて、っていう。まあ、そういう意地汚いマネよね。まあ、だから、うーん、これ本当に入ってんのあいやー、予測通り来た 来たでしょほら、ロベカルから来たでしょあ、見とけばよかったな。これね、ショートで上げるとね、結構バズるんだよね。うん、この演出。しまったな今ね、これ、くくれじゃだって言いそうになったのアフロ見たらね、で、青いユニフォームで3番つったら、左サイドバックって思っちゃうから。まあ、で、次作るの多分ジーコだろうね。何これ、えー、この端末俺に嫌がらせしたいんですかっていう。 はい。いやー、やっぱロベカル来たね。うん。いらない、いらないって思ってたら本当に来るんだよね。で、ジーコジーコね。ナンバーテンね。ナンバーテン使えた記憶ないんだよね。ロ、ロナウジーニョがチャンスメーカーだったっけ確か。ロナウジーニョでさえ使いづらいのに。うん。で、ナンバーテン他に誰だったかなロシツキーとかかだったかな確か。 うーん、あとは、マラドーナか、昔の。まあまあね、動いてくれないから、本当に使いづらい。ナンバーテンは。もう、昔から。うん。やっぱ使いやすいのは、リンクフォワード、2列目からの飛び出し、それから、えー、っと、チャンスメーカーうん、このあたりだと思う。いやー、ロベカル来たなやっぱり。はい。 でもまあそろそろ来るんじゃないかなっていうことで全部引かせる気か、これ本当に。デューンフリーズだ。FP で来たら欲しいんだけどね、デューンフリーズ。いやー、100、引かせましたか、そろそろ。まあこの辺りで来てくれたらね、強めに引きに行きたいんだけど、リカエルなんですいるから俺ね、左サイドバックいらないんだよね。しかも俺2枚持ってんだよ、リュカ。うん。 いやー、ロベカルね。どこで、あ左のサイドハーフで使えばいいのかって、俺今左のサイドハーフねー、起用してない。うん。あそこのポジションは、でも確かフォデンだったかなフォデンか、ネイマールだったから、やっぱりいよいよいらないよね、ロベカル。うん。左のサイドバックとして使う、あ、ファイブバックで使うだったら、っていうぐらいで、 いやー、でも、ロベカルキック力あるから、ひょっとしたらワンちゃんそっちの方面で鍛えていくとありでもそれやるとね、スピードとか落ちてくるから、微妙じゃない、スカ状態で。誰これ3球って。伊藤純也39番つけてんのへえー。<laughs> 日本代表だと14番なのにね。この人俺7番とか、11番が似合うと思うんだけどね。うん。はい、ブラボー、ブラボー。 ブラボーということで来てくださいよ、ブラボーって言いたいよ、もうそろそろ。はい。えー、誰が来るかなっていう。あ、ロベカルのとこね、ちょっとショートで切り抜いといて、やっぱりほらね、とか言って遊ぼう、俺。うん。はい。今読み込んだから来ないのかな、と言ってね。ゲー、それゲーム違う、それゲーム違う。お、トロサーロ、トロサーロね、トロサーモンってみんな行ってるね、これ。本当 俺も冗談でトロサーモンつってたら、あのー、2チャンネル、本当に言ってて、あ、みんな言うんだーとか思ってね、トロサール。トロサール見てて思ったんだけど、ブライトの頃、最初の頃の試合、えー、シーズンの。これ、三笘くんの方が上手くねとかずっと思ってたんだけどね。やっぱりね、実際、三笘くんの方が上手かったっていうね。うん。アーセナルの OB が三笘くんに関してちょっと慎重にとか言ってんだけど、そんなこと言ってたら取られるよ、よそに。 ほんと、今安いんだから、まだ、三友くん。うん。あと半年後とか行ったら、えー、もう50億とか足したいんですかって話だよね。今だったら多分50億行かなくていけると思うんだけど、あと半年経ったらほんと、いくらになるかわかんないよ、あのタイプの選手は。だから、あれええー、出ないですね。これは。嫌がらせですかっていう。 ここでカッカがね、出たらね、すぐね、俺は、チュアメリトりに行くんだけど、25番。三丁三丁25番なんだ。へえ。6ペンとか出てくれないのかなぁ。6ペンとか出たらね、俺、ひき肉よ、6ペン好きだから。うん、6ペン、フィーゴはいらないかな。うん、ルイス・フィーゴ。出ないですね。 何してるんですかっていうね。ロベカルいらないんだよ。やばい、沼ってる、沼ってる。本格的に沼ってる。あ、来たやったーカカ来たありがとうございますカカ来ましたいやー、助かったージーコじゃなくてよかったいやー、カカ、カ,カが来てくれたジーコじゃなくてよかったありがとうございますカカ来ました。皆さん、終わりました。ではでは、失礼します。